はい、こんにちは。またまたこれから挑戦したいと思います。さてと、ニューゲームノーマル、カジュアルってのもあるが、ロックマン、この少しチュートリアルのような音楽。さてと、行きましょうか。おーって食らってしまった。あっと、いけないね。感覚と学習能力をリンクさせなければならない。学習能力をオープンにして、感覚とマッチするようにした状態、その状態こそが物事に慣れている状態だと私は言う。そのような状態にならなければ習熟したとは言えない。果たしてそうなれるのだろうか。おっと、ダメだ、いけない、死んでしまう。だがここでなんとか、このまだ一回も死んでない状態で、ここのそうチェックポイントまでにさえ来れれば、周りにさえ来れればいいのさ。ちょっとね、なんか声がアクセントついちゃってるから、何なんだろうかって感じ。回復はしないのかね。危ない。助かったもんだ。よし、私には幸運がついている。なぜだね。おっと、よそ見をしていた。なんとね。私は自分の能力がどれほど理論的に成り立っているかということを、どういった行動を取れば私の行動が導かれると、そういった観点からしか私の能力を考えない。だからそれによって私の能力は常に制限されているわけだが、ちょっと待て。そういった理論的に私を見張る要素をなくすことで、私は能力を最大限に発揮することもある。だがそれは自信の問題、自信を持って物事を行えるかどうかというところに少し問題がある。ジャンプできなかった。ここ、おーっと、またかよ。ここを連打してしまうから死んでしまうのだと私は思ったが、ね、連打しなかったのに、なんかまたここに落ちて死んだよって。まったくね、本当に。
理論的に正解の行動を考えるなんてことをしていると、その理論の枠組み、その導き出す行動を、なんというのかに費やす時間が爪で取れるわけじゃないから、おっと危ない、またここで死んだ。イタリア語バイブレーションセレクトね、オーディオ、前のエポン、次のエポン、なるほど、自分が撃った後に後ろから遅れてくる、歩いた後に遅れてくる武器があれば、なるほど、武器というよりは携帯チェンジのようだね。おっと危ない、よそ見をしていた、このようにさっきのように最善の行動を出すには少し時間を食ってしまう。最善の行動を導き出すには、それらは理論的に狙うものではなくて感覚的に狙うべきものなんだが、どうもそうもできないようにしてしまったものだから、このようにな動きをして稼ぐというのは確かに正確というか、リスクを負わない最善の行動と言えるかもしれないが、ご覧の通り時間を取ってしまうんだ。だからね、それよりも感覚的にマネジメントした方がっていう。そういう問題がある。これをしようとしたら、ひょっとしたらこいつを使えば、なんというか地面と常に接しながら、いや地面に沿って攻撃が積むからあいつに効いたんじゃないかなんて思ったり、どうしてもスライディングしても後ろに下がってしまうから、よし、オッケー。これ落ちなければいいもんだが、
また落ちてしまった。これはツッコミどころ以外の何でもないだろう。どうしても中間の行動を取ってしまう。どっちでもつかないような行動、リスクを負わないような行動をするに余って、するあまりにどうしてもこういうゲームで弱くなる。いや、何においてもバイト、所詮はバイトとかでもダメになるんだ私は。この余ったのがきつい。危ない危ない。おっと、また危ない。さて、ここさえミスらなければ。なんだと、来るな来るな、近寄るな、来るな来るな、近寄るな、来るな来るな、近寄るな。うお、ヘルメット、そうか、知恵を使ったという。はて、さて、さて、さて、初めてここに来るが、果たしてチェックポイントだったのだろうか、そうじゃないのだろうか。よそ見をしていたというか、完璧に独り言に夢中だった。うわ、やだよこういうゲーム。うわ、なんだって、きついぞこれは。せっかくもう一度やろうと思ってやったのに、というのにひどいもん。待て待て、このバカ野郎、クソが、ちょっと痒くなってきたぞ。なんだって、こいつはひれえな。そんなんやられたら最初からやり直したくなるかな。ナマコワンワン使ってさ、何が痛いんだっけ。
なんだって、クソは。これは戸惑ってしまうパターン、これも戸惑う、戸惑うじゃない、偏り、偏りじゃない、戸惑う、戸惑う、戸惑う、自分じゃない、自分じゃないけど自分が今こうなるかのように言葉を間違ってしまう。可愛い可愛い外国人の女の子はいないかなんてね。私はいつも常に日頃から特徴的な女の子をまとめている。個性的なか。何か人と違うぞというね、こう私は求めているんだ。そのこと、独自のリスペクト、リスペクト、リスペクタブルなね、全くけしからん。危ない危ない。さてここでミスったんだった。私はこの野郎が、このミミズ野郎、ゲームオーバーかな。まだか。とにかく特徴的っていうか、独立したいい女の子はいないかな。独立したね、家庭的っていうか、なんていうか、一緒にいると安心する、ずぶとさがあるっていうか、なんていうか、で髪の毛もある程度長くて、それでまんまあの子まんまじゃないか、結構まあ BP リーダーだ。でもそういうわけじゃない、そういうお姉さん的な感じの人が欲しいわけじゃない。何のこと言ってるかよくわからないと思うが、ここがねちょっと戸惑うじゃなくて戸惑るんだよ。戸惑る、なんだ、手間取るんだよ。ちょっと操作押すタイミングと押せないタイミングがちょっと合わないことがあるね。なるほど。しかし12345678、8面クリアしたらロックマンというゲームは終わりなんだろうか。ちょっと簡単モードにしてみるかなんて、せめてノーマルだろうって。タイミング調整、通ったもんだ。メット君、おさらばボラデビーやだっけ。おーっと、バカらしい死に方をするもんじゃない。このマスターの行く場所になって
ある程度制限されるんではないかと。最初これを初見でやった時には全部これをどこに行くかということをそのものを根本的に処理しなければならないと。例えばどういう考え方かというと、哲学的にこれこれこういうというこうだということに該当する条件の時にそれに対応できるかどうかっていう、そういう疑い、会議、会議に対してどう行動するかということを考えるかということだったんだが、最初の初見だとそうなってしまうが、そう、それが何においても私がチャレンジする場合に難しくなってしまうという原因だ。だがついについついつい問いたくなってしまうという、どういう過程というどういう過程だとどういう状態だと表現されるような状態だとして、そういった風に言葉で言える大体の現象の場合にはどうすればいいのかと、まあ一応通過したからいいとして、こっからノーダメで狙っていこう。おっと危ない。裏目に出たな。ここでジャンプできないというのはこのタイプの障壁の中で一番辛いところだ。なんと何もせずに対応するという、なんてる、なんたるこった。日本語にはなんでどうしてなんたるこったとなんてこったの中間があって間違ってしまうのだろうか。この間違い方はそのまま私の頭の認知の特性に特性を表し、中間点を取ってしまうという。あんまり行動を決定する方体、あんまり行動を決定するための人間の頭としてはいい頭ではない。終わったな。まったく。これね、なんで引っかかるんだよってね。最低だわ。ノビオパルティータ。ノルマで。シー、ノー。モソラレ、イル、トトリアル。デルシステマドブルギアドブルギアギアルギアル、イタリアのわかんないね。イタリアデラテクニカドブルギアルギアル。眼球体操キョロキョロ。
右とも左ともつかない中間の行動を取るようにしてしまった。それが最大の過ちだが、そういう機械的な行動決定をする人間のプログラムというものにロマンを感じてしまったというか、そこが誤っている。よく見ればできるもんだ。直感というか、なんというか、タイミングがあれだ。タイミングはなんだ、ちょうどいい適正距離で、特に狙おうともせずやる気感じで、そうするとなんともリズムがあるというか、趣があるというか、快感なものだね。これが慣れるというもので、そう、一見意味がないような行動をとって、それによって調整するということが大事になるのだろう。なんだって、こんなところで、例えばこんな変なところでこっちにあえて飛んだりするのが、敵との距離のタイミングを変える手段だったりするわけなのかもしれない。だが頭の固い私は、最小限の行動でできるものが常に美しいと考えるから、だからそういった行動はせずに、とにかく最短の視点を狙おうと、そういうふうに努めてしまうということもあったね。私は感覚と行動の制御を科学していたつもりだ。だが、こいつが戻ってきたんだったか。なんだって。まあ慣れるためのもんだと考えておこう。感覚制御と思って、常に、まあ、何事も修行だと考えて、トライできるか否かっていうか、なんていうか、あらゆる条件で適切な行動が導き出されるようにというふうに、あえて訓練をしていても何ともならなかったりという、そういうことだね。なんたるこった。おっと、バカらしい。ジャンプできない。こっちに行ったら、大体は間に挟まるしかないのか。よし。このタイプは好きではない。先ほども申した通り、死ぬかと思った。おっと
んたるこった。おっと、なんたるこった。私がジャンプすることによって引き寄せられるんだ。なんたるこった。さて、邪魔者はいない。よし、これでゴールか。おお、まったこいつ、ちょっとやめてくれ。勝てる自信がない。ショタ越えっていうね、これ絶対おねしゃさ作られるだろう。おねしゃさんでた。ロックマンと。うわ、ロックマンおねしょたってやったら絶対出てくるだろう。さて、うん、出てこないな。それらしいものがあったな。ジャポネーズって書いてある。ジャポネーズ。いやー、一度イタリア語やってみたいね。ジャポネー、なんだろう、音の感覚の取り方をジャポネーズって取るっていうところがあるっていうね。パルティダヌエバ、パルティダヌエバ、ノルマル、ノルマル。クエルスベルナエクスペリエクスプリカションデレシステマデドブレメガドブレメガ。出てくる。いやな。なんと、芸術失敗。そう、私は両方の右と左の歯がダメになってしまうという夢を見た。でもそれではなぜか私は女の子だった。そして運んでくれたんだが、私を車で。だが運んでくれたはいいが、ちゃんと私は連れてってくれないだろうと思って、と思ったら、そういうふうに思っていたら本当に夢ではそうならないものだから、ちゃんと私は連れてってくれなかった。なんというか、私は例えばトトに出てくるメイちゃんのような2つ右左に髪を分けたよかのような感じで、そして茶色っぽい感じだった。髪がね、なんだ今の、左に見えたような気がする。ダメだ、バカバカ。知ってるんだけど、ついに節約しようとして、省略しようとして、ね、節約と省略は違うだろう。
これこのちゃんと飛べないのかちょっと鬱陶しい。まあ、またここだ。ここもちゃんと飛べないんだよ。ほらほら、たくよ、死んで正解だ。こんなの本当なんなんだよ、本当に飛べないわ。あー、喋ることが何もなくなってきた。こんなハンマーを振り下ろすためだけのポンコツなロボットとかさ、一旦左に向かって飛ばなきゃならないけ。ここもう連打だ。そこで私はその必要な行動を取れるのだろうかということを会議するということをするのかもしれないけど、それでは、あーダメだ。懐かしいな、かっこいいな。おっと危ない。ダブルチェーン、ダブルチェーン。あ、死んだ。うざ。そろそろクリアしたいんだよな。クリアできるゲームは舐めちゃうもんだがね、ついこんな跳ねる動きはアクティブに。こういうゲームはリメイクみたいな感じ作ると操作のしづらさがというのがある。これ画質は綺麗でも実際のものは四角で構成されている。レンダとダメだったね。レンダじゃダメだったね。あーやめてよ、うん。暇つぶしになんか書いてる。どんな声だっけ。ブレードのチュートリアブラーテクニックドゥブレイエ。うわ、なんだこれ。ロックマンといえばなんか下ネタどころじゃなくて、なんかあれのやつがなんかあるような、例のあれ、ニコニコの例のあれに乗るようななんかやつ。アドレナリンじゃなくて、あー、アドレナリンがなくなってきた。
ムーンウォーク。いやこれやめてくれって本当嫌なんだよ。なんかめんどくさくなってきたな。クリアしたからもうここら辺は一旦紙一重。ちょっとやめてくれよ。下がったつもりが。無駄遣いをしてしまった。またか。何も言わない無言状態になってしまった。連打すれば良いというものではないと、とおっしゃっています。誰か。
けんのは。海外金持ち夢、お金持ちになりたいならこの10個の考えが必要です。オーストラリアの大富豪、お金持ちの遊びはまさにシティクリーン。逆にちょっとメールばっかり来やがって。私は何かを論理的に処理しないようになっていればもうちょっといろいろなことができるか楽なんだが、どうしても物事が論理的に処理できるかどうか検討してできるようにしてしまうから、一つ一つでその実行プロセスを立てなければならないからダメなんだ。確かに一つのことを確実に成功したいならばそういう方向は何事においても処理できるようにしたいのであれば、それはいいかのようにも見えるが、ここか。左に行き過ぎて下の小さな穴に入るわけでもないから、マックスで左に行ってしまえばよかったのか。なんともないことだった。私のミスだ。私のミス再び。おっと、こいつらが生きているおかげで逆に楽になったもんだ。ジャンプ出てきたな。
なんだっと、ぶつかりそうに。さて、アールグレイでも飲もうかな。入れといてあるのは冷めているはずだ。だが、濃すぎるだろうと私は思う。違う、こっちじゃない。ダメだ。回収できる。おっと、危ない。紙一重。アールグレイ飲もう。そう、例えば誰かと夫婦の関係にあったとして、そういった時にお互い意見が合わなかったりしてちょっと喧嘩したりするのっていいよねと私は思ったりする。相手を攻撃できる、攻撃をされるということは、つまり相手を根本的に傷つける関係ではないということだから、そういう風になるわけだ。だからむしろ私は逆算的なところが多いから、マゾキストというわけではないんだけどね。だから私は
財布をなくした時にむしろ財布を取りに行くのが嬉しかったりする。それは私が生きて自分のことをやっているからだろうかとね。逆説的に私っていうものは成り立っている。ということは伝えようか先生。私が何か人に対して喋るときには、それがあったかも死のようになっているかもしれない。そこには文章で表されるようなかのような一人の生きているかもしれない私の言動があるわけだから、そこに一つのものとして表現されているわけだ。私がもっと、まあ今死ぬのは分かっていた。